純奈天皇は日本の第53代天皇。忌み名は大友。祭吟帝ともいう。関武天皇の第七巫女。母は藤原桃川の娘、旅子。平城天皇、佐賀天皇はイボにー。歴代天皇の中で唯一散骨された。二歳にして聖母を失ったためにこれを憐れんだ関武天皇は 有能な女官であった紛野の良きの妻、平玉郷に、新納の母飼として育成させたという。延暦17年4月に元服し、三品兵部教となる。その後、大道元年寺部教、大道三年、中塚佐教となる。大道5年9月13日、クスコの変後に敗退死された高岳新納に、代わって立退死した。公認14年4月16日に、 佐賀天皇の上位を受け即位。これに伴い、大友氏が友の氏と改正している。天皇の御名と同性なのは恐れ多いと大友氏が判断したからだと言われている。天朝10年2月28日、人命天皇に上位し、大上天皇となる。清原夏の羅料理の登用を積極的に行い、地方の成人の後輩を正した。また、土地対策を行い、 税収の増加に努めた。また、礼儀芸や日本語記の編纂が行われた。表面的には、比較的平穏な時代であった。しかし、その即位は、天皇個人が望んだ、皇位継承ではなかったとされている。日本語記によれば、大道元年5月1日に、大友新皇が、父御門の死を機会に、親戚降下を願い出て皇太子に遺留されている。天皇は、 寒武天皇の皇后諸星ではなかったが、聖母が皇后と同じ藤原式家の出身でかつ、伊坊姉妹にあたる皇后諸星の高階ないを日として、久しお新皇を設けていた。平成、佐賀良天皇を除けば、久しお新が寒武天皇着家に最も近い皇族よりも近いであったが、父親である大友親王を飛ばして皇子に立てるわけにはいかなかった。そのため、 着手ではない大友親王への後位継承の可能性が浮上した。親王は、平成、佐賀両天皇が、事故の伊帆姉妹との間に男子を儲けた場合に、自分や、久塩新納が、おさべ親王や沢原親王のように、後位継承争いに巻き込まれることを危惧して、上表を出したと考えられているが、寒武天皇着敬に準じた、久塩新納の後位継承権の喪失につながる。 この状況は受け入れられるところとならなかった。純奈天皇は即位後、久し親王ではなく、佐賀天皇の着子であるとして、正義親王を皇太子に擁立した。在位中に、久し親王が病死したため行為は正義親王に継承されたが、人名天皇は純奈上皇と政子内親王の間に生まれた、常貞親王を皇太子に擁立した。淳奈上皇は、 有力貴族の後ろ盾のいない息子つねさだ新郎が人形天皇の皇太子になったことに不安を抱いていたとされ、忠実な側近、藤原義野に親王の工事を託して放御するが、その不安は上和の変として現実のものとなった。上和7年5月8日、放御、放散55、死にあたり、白草を衣装としたため京都大原の祭院に散骨された。 和風志号は、日本猫店、工場や園村。追号の、純奈天皇は上位後の在所だった純奈院から取られた。また、純奈院の別名が三院であることから、三院帝の遺象がある。領は、宮内町により、京都府京都市西京区大原の南春日町にある、大原の西峰城領に事上されている。宮内町上の形式は遠急。 純奈上皇自身の遺行により仮装され、その遺骨は、近親、藤原義野の手によって、大原野の西山山頂付近で散骨されたと言われている。山領を築くことを禁じられていたため、演技所領式に陵母が記されておらず、当地には長らく小石で築かれた縁塚のみであったが、幕末の陵母修復の際、松円山山頂付近に、 大原の西峰上領と称する領が築かれた。なお、小塩んは、長岡京が都であった時代に、天皇領の築造予定地とみなされていた、長岡京の北高地域の範囲に含まれるとされ、聖母、藤原旅子や祖母、高野新潟の領母とも離れていないことが指摘されており、山骨地の剪定に影響を与えた可能性がある。また皇居では、高麗殿において、 他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の礼が祀られている。俗日本語記、上和9年3月16日上 ABC 林、六郎、筆聖、現時の成立事情、上代政治社会の研究所集、吉川博文館、1969年、山田国和、平安時代前期の領母戦地所集、角田文英監修、古代学協会編、 人しみを調子の研究、ありがとうございます。